あでもそれはそれでさ、ね、雨降ってきた。中でお願いします。困ったね。マジ。あ、じゃってことは雨が降ってきたってことは風が若干弱まるんですよ。多少ね。ってことは私の日になるんですよね。さっき雨得意って言ったじゃん。私雨超得意だから。でも風がねやめば何でもいい。とりあえず。あ、結構早まったね、雨がね。ね、早まっちゃったね。あ、でもね、もうこのちょっと強風みたいなやつがもうちょっと収まれば最高っすね。狙うんですか？狙っちゃいます。狙えるかな。風が結構上げてるんで。上げてますよ。怖っ。怖い球が。なるほど。レッドが新幹線とかよく分かった。分かりました。新幹線だ。2人かな。私は一本の木の右側からフェードで当たった。宣言通りできないのがレンちゃんです。逆玉。気持ちよくした方がいいんじゃないですか。そうですね。気持ちよく。風もいい感じだし。ちょっとね、いい感じですか。いい感じですよ。上げ。全然気持ちいい。わかんないですよ。いいね。今のだな。ハサですね、もうね。ナイスショットです。まあいいんじゃないですか。いいっすね。コールネチュラレッドパッド。今後の、はい、ラウンドで注意しないといけないとダメです。わかりました。コールネチュラすごく大事ですから、ね。じゃあ位置と向きが真逆になっちゃってる。そうそうですね。そうです。僕もたまに落ちることですけど、これは本当にアマチュアの人は気をつけないと。そうです、はい、スイングというよりもボールの位置がやっぱり大事なこと。どこに当てる？土手に当てたら強いな。まあそうね、その土手の手前っていうか、なんか水が溜まってそうな、ちょっと濃い緑のフェアウェアある、ね、あの辺にワンクッションかツークッション目に当てられるといいね。あとさ、全部ね、さっきから思うんだけど、足もうちょっと開いて、はい、で、ちっちゃすぎる、スイングが。
で、ドンだよ。ドン。ドン。今トップしたの分かる？分かる。だからドン、突っ込む。ドンなんだよね。で、今振ったじゃん、体重移動したじゃん、体。それが良くないよって言ってるじゃん。もう傾斜時の時とか、あとは突っ込みたい時っていうのは絶対に右左手体重移動しちゃいけない。なんでかっていうと戻ってこれないから、浮いちゃうから。なんで上げたらドン下にダフってもいいから。ダフってもいいから。ダフってもいいよ。あ、突っ込みたいんだなっていう気持ちが分かるから。こうか。同じやつ引っ掛けてバンカー怖いんで浮かし気味でいきます。あトップ気味ですね。65にしとこう。こういうのはね、野生の勘で。あ、やばい、でっかいこれ。これでっかい。止まれ。はい、ありがとうございます。左行っちゃった、ちょっと。悪くないですね。うん。つなぎますよ。こっちだ。カップに入れる？ちょっと低めで。おお、ナイス。いいんじゃない？ナイスだよ。練習してた。練習してね。けんなもん、ラフが。そうだね。足もうちょっと開いて。足開く。叩いてるんで決めてパー狙いたいっす。解決したやつ。そう、だからすごい良かった。解決したのね。
か。OK です。マジだい。やったぞ。俺もなんかもうちょっとこっちな気がするんだよね。じゃあそうやったらいい。やってみる。これ無理じゃないか。こうやってやる。でもそうやって先生の言うこと聞きなさい。いやけどこのスイングができないと思う。できるかできないかじゃあやれやれの方そうやれの方